山田博は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、東京都議会議員、衆議院議員、東京都杉並区長、総務省顧問、大阪府市特別顧問、防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官、日本総新党党首、次世代の党幹事長などを歴任、東京都八王子市生まれ、本席は、山口県田伏町、今も、 山岳の墓がある。山口市立湯田小学校、山口大学附属山口中学校2年生の時に、転校。国分寺市立、第三中学校、東京都立国立高等学校、京都大学法学部卒業後、松下政経塾に入塾した。卒塾後、熊谷博士衆議院議員の秘書を経て、1985年の東京都議会議員選挙に新自由クラブ公認で、 出馬し当選。新自由クラブ解散後は自民党に合流。松下政経塾の評議員を務めていた細川森弘から新党への参加を壊れ、1993年に自民党を離党して日本新党に入党。同年の第40回衆議院議員総選挙に旧東京4区から日本新党公認で出馬し当選。当立法調整委員長に就任する。 1994年、日本新党の回答により、新新党決闘に参加。新新党では1995年の党首選挙で、鳩山国を擁立の中心的役割を担った。1996年の第41回衆議院議員総選挙には、小選挙区比例代表並立制導入に伴い、東京パックから出馬したが、自民党の石原信明に敗れ、落選した。 その後、再び新党結成に向けて動き、日本新党に参加した野田義彦、長浜博之、中田博氏らに加え市村孝一郎、海老根、安則、河井淳一、小田善光、勝又孝一郎、河村隆中村時弘らが参加して、志士の会を結成するが、その後の第18回参議院議員通常選挙での民主党の躍進が影響し、 新党結成の動きは頓挫する。1999年、東京パックである杉並区で区長選への出馬し、現職の元橋康政を破り、杉並区長に初当選。2003年に再選、2007年に参戦された。2010年4月18日には、地方自治体の市長経験者らで、日本総新党を結成、党首に就任した。 5月31日には、第22回参議院議員通常選挙の東京都選挙区へ出馬するため、杉並区長を辞職。参院選で、日本総新党公認で立候補したが落選した。2012年2月、大阪市特別顧問に就任。同年4月、大阪府特別顧問に就任。同年9月、日本総新党を回答し、日本維新の会に参加する。また、 東京維新の解説率に伴い相談役に就任。同年11月、東京維新の会代表に就任し、第46回衆議院議員総選挙に日本維新の会から東京19区で立候補することが決まった。選挙区の決定について山田は同月17日のブログで党本部からの要請としている。同年12月の選挙戦では、 小選挙区で落選したが、比例東京ブロックにて、復活当選。衆議院に予算委員会理事を務める。2013年5月23日、日本維新の会を除名された西村慎吾の公認として、海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長に就任。2014年8月1日、 次世代の党決闘に際し、平沼武雄党首の指名により、次世代の党初代幹事長に就任。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、同党公認で東京19区から立候補したが、候補者4人中の再会で敗れた。重複立候補した比例東京ブロックでは、名簿の単独1位に搭載されていたが、党の獲得議席がなかったため落選した。 2015年9月24日、翌年実施の第24回参議院議員、通常選挙に安倍晋三内閣総理大臣の肝入りで自民党公認で全国各地の都道府県単位の司会試連盟の推薦候補として参議院ピレークより出馬することが発表され、2016年7月10日の投開票で当選が確定した。2018年10月4日、第4次、 安倍改造内閣で防衛政務官兼内閣府政務官に就任。ありがとうございます。